はい、こんにちは、澤瀬ひかるです。本日、7月21日水曜、シーエヴァ終映、お疲れ様でございました。あ、終わってしまった。というわけで、3月の公開から約4ヶ月、結構長いロングランだったんじゃないんでしょうか。特にね、最後はシーエヴァラストランということで、畳みかけるように、いろんなイベント、シーエヴァの薄い本ですとか、新バージョン 3.0 プラス 1.0.1 の公開、そしてフィナーレ舞台挨拶とね、もう目まぐるしい最後でしたが、皆さん何回見ましたか？いや、僕はね、結局4回しか見れなかったんです。もう一回だけ来たかったんですけども、近場の映画館が、ちょっともう、僕が行ける時間帯にはもうやっていなかったので、残念。何はともあれ、映画館でもうね、これ、新映画を見れる機会っておそらくもうないかなと思って非常に寂しい思いはしますが、公開から半年ぐらいで大体ね、ブルーレイとか出ますので、今年の9月、10月あたりには、新映画のブルーレイなど出ると思いますので、そちらを楽しみにしつつ、本当にこの、新エヴァンゲリオンでこのエヴァンゲリオンという作品ね、ひとまずのピリオドを打っていただいた、制作陣の方、庵野監督、そして、キャストの皆さん本当に、ありがとうございました。そして、非常に私事ですけれども、この、新エヴァの動画を通してですね、いろんな方に見ていただいて、さらにもう毎日のようにたくさんのコメントいただいて、そういった方々の交流も非常に僕自身も嬉しくて楽しい、日々でございました。見てくださっている方々本当にありがとうございます。とはいえ、さようならすべてのエヴァンゲリオンということでね、どなたかコメントでいただいておりましたし、委員長も言っておりました。さようならはまた会うためのおまじないということで、はい。庵野監督はプロフェッショナルでおっしゃっていた通り、これが僕の作るエヴァンゲリオンの最後だよと言ってましたので、庵野監督がまた再びエヴァンゲリオンを描く可能性は非常に低いとは思うんですけれども、このエヴァンゲリオンというね、非常に大きなコンテンツ、カルチャーと言ってもいいでしょう。ガンダムとかはね、あるいはドラゴンボールとかもそうか、監督がね、変わってまた新たな物語を紡いでいってる、そういった作品もありますから、ちょっと我々ファンとしてもね、見たくないよ、そんなものっていう、のを思う人もいるのかもしれないですが、もしそんな機会があるなら僕はもう喜んでね、ぜひ見たいなと思うとともに、この25年のエヴァンゲリオンとともに歩んできた日々に関しても本当にもう、ありがとうございましたというかありません。ひとまずは劇場での公開一区切りということで、やっぱりね、この一言につきます。本当にありがとうございました。今後もね、ちょっと劇場公開終わってしまいましたが、このチャンネルではエヴァンゲリオンの、情報とか、考察とか、また随時更新していきたいと思いますので、はい、まだまだ終わらないエヴァンゲリオン、はい、ここでまた会えるということで、エヴァンゲリオンをもっともっと、はい、楽しんでいきたいなというふうに思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価のよろしくお願いいたします。お相手は澤瀬ひかるでございました。エヴァ関連の情報、考察などは概要欄の再生リストからよろしくお願いいたします。それではエヴァンゲリオンありがとう。でもまた次のエヴァンゲリオンでサービス。